競輪界の頂上決戦、競輪グランプリ2020がいよいよ12月30日に平塚競輪場で始まります。さあ、今回はスペシャル展望と題しまして、解説者の方々に様々な展望を伺っていきます。まずは解説者の方ご紹介しましょう。こちらのスタジオには内林久典さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、内林さん、はい、今回の競輪グランプリ2020注目ポイントどうでしょうか。まあそうですね、並びが出ましたけども、はい、ね、脇本、ね、短期かなと思っていたら平原が主張しましたから ね、はい、ね、まあ楽しみですね。それによってこう予想も変わりましたか。はい、そうですね、はい、脇本も走りやすくなりましたし、平原もね、チャンスが大きく広がりましたからね、うん、なるほど。そのあたりがまずは注目ポイントとして、うん、そうですね、ありますか。わかりました。さあ、今回は別スタジオにもさらに解説者の方お招きしております。鈴木誠さん、市田和弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは鈴木さん、はい、はい、鈴木さんは今回注目ポイントどうでしょうか。そうですね、やはりね、はい、いつも普段は敵同士で戦ってるね、はい、脇本の後ろに平原が行ったってことはね、はい、かなりのポイントですね。なるほど、はい、あとはね、千葉から和田選手も乗りましたけど。そうですね、はい、ようやくね、グランプリにね、はい、千葉からもSS のね、ユニークの3人目ですからね、はい、本当に頑張ってもらいたいですね。そうですよね、期待したいと思います。そして市田さん、はい、はい、市田さんは注目ポイントどうですか。脇本の仕掛け、うん、そこに他のラインはどういった仕掛けをね、できるか、はい、注目はそこじゃないかなと思います。ラインがしっかりできたことによってそのあたりどうでしょうか。脇本のね、走りはやっぱり今年にぎわしましたからね、まず向いていくのは誰なのかなというところですね。そうですか、分かりました。 A グランプリの展望ということで3人の解説者の方にお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。ではここでグランプリ出場する9人の選手改めてご覧ください。ご覧の9人での対戦です。発走予定時刻は4時30分、電話投票締め切り時刻が4時27分です。続いては近況のデータもご覧いただいています。競争得点は2番脇本選手がトップ124点、そして8番の新田選手も120点を超えています。122点です。バック回数では松浦選手12回と一番多くあります。そして1番郡司選手は8回、8番の新田選手8回とラインの先頭を走る選手のバックはその2人ですね。松浦選手がバック多いですね。いや、まあでも、ね、はい、走ってる本数が脇本と新田とは違いますから ね、 ね、前回ジェップ記念でも結構積極的に松浦選手、まあ、意識して積極的に走ったのかなって感じがしましたけど ね、 そうでしたね、はい、はい、近況データもご覧いただきました。さあ、ではここからは並びの確認をしていただきましょう。内林さんお願いします。はい、まずはですね、北日本ラインですね。8番9番6番8番の新田、9番の佐藤、そして6番の森沢とライン3社です。そして地元神奈川ラインですね、1番4番です。1番の郡司、4番の和田、あ、失礼しました、難関ラインですよね、はい、それから2番7番というところで2番福井の脇本、その後ろが7番埼玉の平原と注目のラインで す、うん、です。それから3番5番ですね、ここが中国ライン、はい、3番の松浦、5番の清水と松浦がライン先頭という形ですね。はい、ラインが4つできました。さあ、続いてはこちらです。グランプリ出場選手の2020年の連携実績ご覧いただいています。いや、郡司選手と和田選手のコンビは多いですね。うん、うん、まあ、どうしてもそうなる、ね、ね、ことですね、はい、まあ、松浦と清水に関しては、はい、優秀競争か決勝で顔合わせをするという感じでしたよね、うん、今年はね、はい、ここはね、しかもこう松浦選手が前の時の、連携回数ということになっています。清水選手が前の時のはカウントされていませんね、はい、うん、あとは北日本では、青森記念の初日特選競争でこの3人の連携があったということで、しかもワンツースリーも決まっていました。脇本選手、平原選手はもちろん初連携となっています。連携実績をご覧いただきました。
さあではここからはいよいよお話を伺っていくんですが、今回はグランプリ出場選手の中から展開有利、直前気配、そして一発魅力の3項目を、それぞれ解説者の方に挙げていただきながら解説を伺います。そして、そこをその後、展開ボードを使って展開を伺いまして印狙い目と発表していただきます。ではまずは内林さんの3項目伺いましょう。お願いします。こちらです。はい、展開有利はやはり平原でしょう。脇本がね、先手を取っていく可能性が非常に高いと、はい、その番手ですからね。ですね。かわせば優勝という形になるんじゃないかなと。はい。そして直前気配は郡司選手。やはり競輪祭を取ってね、ここに乗り込んできたと。もうグランプリはほぼほぼ支柱にしてましたけども、はい、競輪祭で優勝したことっていうのは、はい、すごくなんていうんですか、うん、まあ、本人にとっては嬉しいことでもありますし、前向きになれる、当然そうなんですけども、地元、にタイトルホルダーとして戻ってこれたということはね、一番大きいじゃないですか。なるほど、はい、そして一発魅力に脇本選手なんですね。うん、まあ、ここはどちらかといえば、はい、競輪祭の落車もあって、それからの出走と、はい、久しぶりですよね。ですから狙っていくなら一発にかけるしかないですよね。自分の優勝をそうです、ね、考えるのであれば、うん、なるほど。内林さん、展開有利に平原選手、直前気配郡司選手、一発魅力脇本選手と、ご覧のように名前を挙げていただきました。さあではここからは展開ボードも使っていただきましょう。はい、はい、まずですね、はい、うん、スタートなんですけども、はい、まあ、新田が出るんじゃないかなと、うん、いつも通りね、新田選手前、はい、で郡司がこの位置に収まって、はい、2番車の脇本、後方から松浦ということになってきますよね。注目はやはり松浦の動きも一つポイントになってきますよね。はい、まあ、新田は引いて、はい、昨年インネバリもしましたけど、そうでした、うん、まあ、このバンクではインネバリ結構有利になるかもしれないですけど、うん、去年のことがあるのでなかなかそうはさせてくれないと。なるほど。積極的に松浦あたりも動いてくるので、うん、なかなかそれは難しいかなと。ちょっとまあここで意識するんであれば先行意欲は高いなという感じがしますよね。ところが素通りしていくんであればある程度待ってる展開ですよね。はい、ただこの時に郡司がどうするかですよね。松浦が上がってきた時にこう持っていって切ってくるんであるか、もしくは脇本をどかして、うん、さらにその上を切りたいのかなというところですけども、結果的にはこうなるんじゃないかなと。そして足を溜めて、新田が下げてきて並走ぐらいになったところらへんで一気に仕掛けていくと。それはどのタイミングのあたりなんでしょうか。まあ、平塚ですからね、どうしても早く仕掛けないと、はい、なんか行きづらいなという雰囲気が出てきますから、ジャン過ぎぐらいか、ジャン取りたいのか、もしくはもうホームで一発狙っていくかですよね。うん、なるほど。自分が優勝したいんであればホーム一発かましでしょうね。その時には松浦が先行してますから、この辺りはもがき合いになるかもしれない。はい、もがき合いになれば郡司にもチャンス、新田にもというところですけども、うん、か早めに来ると松浦下げますから、この位置ですよね。あ、はい、うん、松浦選手はもうそれはこう容認してというか、容認するでしょう、ジャンならね。ただホームならもう突っ張る気持ちでいくでしょう。なるほど。でこの形になって、はい、ここからですよね。ええ、平原が横田回って、はい、シュッと返しにぐる松浦、外、清水、まあこの辺でしょうね。郡司はちょっと展開待ちになるような形で、前がもがき合った時はチャンスですよね。なるほど。新田はさらにその後の仕掛けになってきますからね。まあ、そこでちょっとね、こう、脇本選手のこう仕掛けどころとかそういったお話がありましたけれども、そこは非常に難しいですね。はい、あの新田も今言ってますけども、これ、はい、まぐれないバンクですから、ひょっとすると、うん、自分がどこかしらをこじ開けてでも前に行って先行するんであれば、うん、チャンスは広がるというか、チャンスそこしかないと思いますよね。先行しないとちょっとチャンスはないんじゃないかなと。後ろにいても、届かないと思いますよ。かかりきる選手がかけるんですからね。なるほど。はい、さあではここでちょっとね、脇本選手の注目レースがあるということで、はい、そうですね、はい、見ていきたいと思います。こちらです、2018年の
日本選手権経理。そうですね、この時は近畿ラインが4社揃って脇本と、この時の走り方と今の走り方は若干変わってきてます。どちらかといえばもう強さを見せつけるような競争に徹してました。ジャン前に一気に行って4社で一気に行ってという形ですよね。まあ、こんな風な書き方はグラブレーしないと思いますけど、これ平塚バンクですから新田が言いますよね、はい、2番車後方にここから身動きできないわけですよね、はい、というぐらいもうかかりきってしまうこととこのバンクはまくれないので後方に置かれたら同じ結果になってくるだろうと。新田に修理士つけてる選手は解説の方たち、人たちは少ないと思うんですね、うん、バンク特徴が入っているということですね。なるほど、どちらかというとこのバンクの特徴を見てほしいというところですね。あ、まくりが効きにくいバンク、うん、脇本の書き方も若干は変化してますけども、はい、こういった形になるんじゃないかなと。なるほど、はいはい、ということで注目レースとしてダービー、2018年の平塚競輪場で行われたダービーをご覧いただきました。まあ、その時はね、後ろの選手がこう追い込んできていたわけですけど。そうですね、うん、脇本3着に沈みましたけども、うん、まあ、その時よりもだいぶね、はい、力もつけましたし、うん、ただ直前の競輪祭で落車したのがね、そこですね、まあ、だいぶ期間はありますけどね、気になることは気になりますよね、はい、なるほど、はいはい、さあでは内林さんの印を書いていただきましょう。はい、はい、本命は、はい、2番の脇本です。脇本選手の方が本命。そうですね、はい、対抗が平原、はい、ついていけばかわすんじゃないかなというところもありますね。ターナミは1番の軍事、何かあれば一発、まあ、一発のあれでは脇本出しましたけど、軍事にも十分、はい、そして松浦、どういった、ね、はい、仕掛けになるか注目ですよね。中国勢のライン先頭です。そうですね、はいはい、ご覧のように印つきました。続いては狙い目、まずは本線を上げていただきましょう。はい、はい、ここはもう、うん、脇本平原の折り返し、はい、そこに前にいそうな選手ですよね、うん、3番の松浦、1番の郡司というところです、はい、ここ折り返しはもう五分五分ぐらいな感じですか。あのついていけば、はい、平原しっかりとついていけば、はい、平原かわすんじゃないかなと、はい、ちょっと離れ気味になってしまうと厳しいかなって感じがしますけどね、はい、離れ気味になる可能性というのもある。まあ今年1年振り返ってみると一度だけちょっとね前の選手と離れかけた時があったんですよね。そのこともあると、はい、脇本の状態がもし本調子なら離れる可能性もあるというところですよね。なるほど、若干ね、はい、まずは2番の脇本選手、本命つけていただいての2番7番折り返し、3着に3番1番本線に上げていただきました。続いて別線の狙い目も伺っていきます。さあここは郡司選手と松浦選手両者。そうですね、はい、これは、まあ、これはもう脇本が早めに行って、はいはい、すんなりと3番手に松浦が収まってその後ろのラインとなってくるのは郡司ですよね、はい、そこの仕掛け合戦ですよね。あ、もうその時は脇本選手まくられてしまう、まくり追い込み的になるでしょうね。あ、ということで、というかどちらかといえばこう脇本ラインを外してという考え方ですからね。はい、1番の郡司選手、3番松浦選手両者の折り返しから4番5番と、まあ、それぞれ後ろの選手。そうですね、はい、はい、狙っていただきました。まあ、郡司選手は本当にいい調子でいい流れで来てるわけですからね、うん、まあ、郡司自体もね、はい、ひょっとするとこう、はい、1、4っていうのも考えたんですけど、競輪祭の時の和田健太郎の走りがちょっと気になっていて、というのはやっぱり前にちょっと遅れるレースが多かったので、そのことで1位で4を外す3着に進んだらやっぱ3か5になってくるわけですから、はい、その辺だとは思いますけどね。なるほど、はい、はい、別線の狙い目が1番3番折り返し、3着4番5番、ご覧のように内林さんには考えていただきました。さあ続いては鈴木誠さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは鈴木さんが選んだ3項目を見ていきましょう。はい、まず展開有利に7番平原選手、直前気配は1番郡司選手、そして一発魅力が8番新田選手と挙げていただきましたが、鈴木さんいかがですか。そうですね、やはり展開有利なのはね、はい、やはり番手先行の番手、脇本の番手を回る平原ですよね、はい、展開有利になってくると思います。なるほど、はい、そして直前気配やっぱり郡司選手。そうですね、やはり、はい、
1年通して良かったんですけどもね、やはり地元のグランプリ走るということで、ましてはね、あの直前の競輪戦優勝として臨んでますからね、もう直前の気配は抜群だと思いますね。なるほど、はい、あとは一発魅力が新田選手ですか。はい、あの自力型ね比べてもね、やはり新田選手のスピードっていうのはこの中では一番上なのかなと思いますし、あのやはり一発狙ってくるのは新田かなと思いましたね。はい、ということで3選手の表、項目ご覧のように挙げていただきました。さあではここからは展開も伺う前にちょっとねこう展開有利に平原選手の名前が挙がっていますけれども、そうですね、はい、あの四日市のね、2日目の二次予選ですけどもね、はい、その時のレースがすごく良かったですね。なるほど、四日市記念をちょっと振り返ってみたいと思います。はい、この時もね、あの追い込みだったんですけどもね、あの山岸の番手を回るっていう形になったんですけども、本当余裕があるんですよね。番手普段はね自分で動いたり自在でやってるんですけども、余裕があって前のね山岸の動きを見ながら、あの後ろも気にしながらっていうね、山岸をこう途中入れてあげたりとか、あと山岸がねまくっていく時なんですけども、まくれるかまくれないかもそこら辺も見極めながらもね、本当にレースをね本当に後ろも確認しながら前も確認しながらね、この辺車間上げてるんですけどもね、逃げ切れなかったことを考えての車間上げてると思うんですよ。なのでここすごく余裕があるなっていう感じで、追い込みになってもまああのすごく能力発揮してるなと思いますし、最後はねこの3コーナーね、3番の北鶴がいいスピードでまくってくるんですけどもね、それを見ながらね、見てから合わせて踏んでも1着になったっていうのがね、本当に余裕あるなと思いましたね。なるほど、ということで平原選手が1着になった四日市記念の二次予選のレースご覧いただきました。いや確かにこうレースを見ていても余裕というのは感じられますね。そうですね、なのでね、追い込みで今回勝負するとしてもね、はい、問題ないのかなと思いましたね。しかもこう脇本選手というね、すごい先行選手なわけですからね。そうですね、今まではね、対脇本で、はい、あの頑張ってきた選手ですからね、それが今度はね、あの味方となって戦うわけですから、はい、ここのもうラインは最強だなと思いますね。なるほど、さあではここからはその展開を詳しく伺っていきたいと思います。鈴木さんお願いします。はい、まあ、まずスタートですけどもね、はい、やはりね、内林さんが言うように8番の、ね、北日本が取るのかなと思いますね。 そうですか。そして芝生的には1番の郡司、はい、で3番の松浦、あの2番の、ね、脇本いるんですけども、はい、脇本はもう前か後ろだと思うんですよね。小細工しないと思うんですよね。ここにいてもあのやはりあの松浦に、ね、追い上げられてしますからね、はい、だったらもう初めから後ろで、競争を始めるのかなと思いますね、はいはい、なので、ね、前受けした新田はね、他のラインが来るのを待ってっていう形ですけども、はい、あの脇本はねここ変に抑えたりしないで、もう自分の勝ちパターン、もう1周半思いっきり先行する、はい、もう車間を切って1周半からドーンというような感じじゃないでしょうかね。うん、その時にねそれに合わせて、松浦、郡司がね一緒にこう合わせて出ていくっていう感じになると思うんで、こうなる感じですね、はい、なるほど。最終的には、まあ、最終的には秋元が先行して、はい、3番手には、松浦、そして郡司、後方には新田かなと思いましたね、はい、もうこの時には脇本選手もしっかりかけてる感じで、そうですね、もう、はい、流し先行とはしないで、もう1周半思いっきりかけるタイプですから、はい、もう1周半はもう、練習のつもりでガンと言うんじゃないかなと思いますね。なるほど、そうなってしまうと松浦選手や郡司選手もなかなかその位置にいてもという感じなんでしょうか。まあ、そうですね、あとね、うん、あの脇本のね、あの落車の影響、はい、体調具合でしょうね。そうするとやはりね、好調な松浦、はい、一番の郡司もスピードありますからね、はい、松浦がねちょっと仕掛けてくれればその勢いに乗せて、外行ってもいいし内行ってもいいっていう感じじゃないでしょうかね、うん、なるほど、はい、はい、ということで、まあ、脇本選手の先行体制ということで、そうなれば後ろの平原選手がどうなんでしょうか。ここはもちろんね、はい、有利になってくると思いますよね、はい、はい、なかなかじゃあこうなんて言うんでしょうか、先行争いのようなこう混戦になるような流れというのはまずは鈴木さんは考えにくいと。そうですね、やはりね、うん、グランプリあのどの選手も勝ちたいね、はい、タイトルなので、はい、そうするとやっぱり仕掛けが遅くなるんですよね。なるほど、その中で仕掛けが遅いんですけども、うん、早く仕掛けられるのは、うん、脇本かなと思いますね。そうなんですね、はい、はい、では印を伺いましょうか。はい、はい、まあ、そうするとね、はい、やはり本命は
本命は、あれですね、平原選手、平原につけました、はいはい、そして対抗には2番の脇本ですね、はい、そして3番の松浦、黒三角、はい、はい、そして郡司ですね、あ、はい、本命7番の平原選手、対抗2番脇本選手で、黒三角田穴が3番松浦選手、白三角レアナに1番郡司選手と、印がつきました。では狙い目、まずは本線から見ていきましょう。はい、72から入っていただきました。72折り返しからの3番5番1番、もう一つが7番3番折り返しからの2番5番1番です。まあ、7227は先ほどの先行しての展開ということですかね。そうですね、はい、2番7番がね先行した時、はい、3番手にね、はい、松浦がいるんじゃないかなと思いましてね。なるほど、はい、平原が脱ぎ入った時に、うん、勢いをもらっての、脇本の失速ですよね。あ、はい、はい、7337というところも挙げていただきました。本戦の狙い目はご覧のようになっています。さあ、そして別戦も考えていただいたんですが、こちらはどんな展開になるんでしょうか。こちらね、はい、スタートが誰も出なかった時に、はい、逆に脇本が出るのかなと思うんですよね。あ、なるほど、前か後ろかとおっしゃってましたけど、はい、そうですね、前を取った時、前の時取った時ですね、はい、それで8番の、新田が抑えた時に、はい、どのラインも切り替えて、はい、で脇本が全部引き切って体勢整える前に、はい、もう北日本が先行ですね。あ、はい、なるほど、もうやはり平塚バンクはまくりづらいですから、はい、3社いる、新田が北日本が、先行ですね。はい、はい、そしてこう松浦選手がその後ろあたりに、その4番手に松浦がいるのかなと思いましたね。はい、あ、そうなるとちょっとじゃあ脇本選手は後方でちょっと苦しい展開という。そうですね、やはり新田も世界的なスピードを持ってますから、うん、はい、やはりそう簡単には新田がかけても負けれないのかなと思いましたんで、はい、そうなってくるとやはりただ末がねちょっと甘い部分がありますんで、うんうん、その時には、松浦がいい位置からまくっていくのかなと思いました。うん、はい、ここは新田選手が逃げる展開になればということで、松浦選手、4番手にいそうという、3番5番中国の両者折り返しから3着に1番郡司選手と9番佐藤選手、名前が挙がりました。いや、佐藤選手もね、昨年の覇者ですからね。そうなんですよね、でましてはね番手で回ってくれればね、本当に大、ね、チャンスありますからね。はい、はい、ということで別戦の狙い目まで伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。さあ、最後には市田さんに解説をいただきましょう。市田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、市田さんの注目する3項目なんですが、こちらです。はい、いや、はい、展開有利、中国勢ですか。うん、そうですね、はい、こう皆さん平原選手 ね、展開有利としてますけれども、ここは考えました、はい、脇本が行けなければ展開有利ではないかなと、はい、逆にむしろこの1年で、はい、この競輪界を引っ張ったのはすごく成長した松浦、はい、この松浦の自在性をもってしてこのグランプリは展開有利じゃないかなと見てますね。なるほど、展開有利、3番5番松浦選手、清水選手です。続いて直前気配はやはり郡司選手ですね。そうですね、競輪祭のこともありますが、うん、自転車の流れ、直前9名の中では一番、うん、綺麗にね、はい、伸びてるかなと見てます。そうですか。そして一発魅力に脇本選手、はい、はい、ここは、まあ、ここは勝つか負けるかでいいのかなとここでね、はい、松浦選手、そして郡司選手ね、うん、新田選手いるんですけれども、はい、じゃあ誰が先行していくのかなと見たときに、はい、脇本はね、うん、一発狙ってくるんじゃないかな、簡単に先行はしないんじゃないのかなといったところで、はい、ちょっと参考レースを見ていただきたいです。はい、参考レースはこちらです。はい、名古屋で行われたオールスター決勝ですね。はい、ここ先頭にいる山田秀明のところには新田選手がいるであろうかなと、そして原田選手のところには松浦選手がいる、松浦選手のところには清水選手、6番の柏野選手のところには郡司選手、後方からは脇本選手一発狙ってくる、かけているのはこの場合松浦選手となりますね、グランプリでは。置き換えて、ただ松浦選手もしっかり落ち着いてかけれますね。さあ、まくってくる、ここで清水選手牽制しながら当たれるか当たれないかというところも見たいですね。なるほど、ここで清水選手、松浦選手ね、オールスターの時は当たりました、はい、当たったことによって少し失速しましたよね。もう一度4コーナーで
当たるんですね。牽制を行うと失速すると。脇本選手もここは分かっているはず。グランプリでは持ってこられるとまくれないということが分かっている、はい、そういうものを踏まえると、はい、中国勢もそこで牽制をするのか逃げるのか、うん、また、脇本選手はね一発打掌から、ね、一気にいってしまうのか、はい、もしくは構えて一撃見舞うのかというところを考えられますね。なるほど。ちょっとじゃあこのオールスターの決勝が今回のこのグランプリに結構こう置き換えて考えられそうということで挙げていただいたんですね、うん、そうですね。ただしこれはもう皆さん分かっていることなので、うんはい、これを踏まえてグランプリはどう逆算できるかでしょうね、うん、なるほど、まあ、選手の皆さんも当然そこは意識してるわけですよね、うん、しますね。そうですか、はい、ということでここからは展開ボードを使って実際に展開を伺っていきます。お願いします。はい、スタート、はい、昨年は新田選手前出て、ね、しっかり飛びつきまでありましたけれども今年も出ざるを得ないかな外枠なのでね、はい、そしてここで郡司選手が出るというよりは、はい、案外こうなってくるかなと、はい、これだとオールスターのような話になりますよね。なるほど。ただそれを分かって嫌えばこうなる可能性もある。ただこうなった時に脇本選手引かざるを得ないのならもうスタートは出ないでこうか、初めからもちろん松浦選手がそんなに近くから来られたんじゃ加速の距離がないとなればこうだなという話で、はい、やっぱりこれで落ち着くかなと見てます。はい、昨年ここにいたのは清水選手が切りに行った時に切れませんでした、はい、なのでここはしっかり泳がして、うんこういう状況で打掌に来ると見てます、うん、やはりこの辺り動きづらいですね。そうだね。一気に来る可能性もある。ただし、はい、そこで足を使うわけにはいかない軍事、と見てます、はい、ここで一気に出ていく、うん、スッと下げるというところで、うん脇本は牽制をもらわないように一発ドカンと出ると思ってます、はい、ただしここは五分ですね。五分ですか。この両者は五分の仕掛け合いと見てます、うん、なるほど。郡司選手はここで新田選手は一発ですね。さらに候補一発というところですね、はい、うん。じゃあ松浦選手もかなりここは抵抗するかもしれない、うんうん、そうですね。ここでね、うん、ありますからね。グッと来てもこういう可能性も出てきますし、はい、なんならこうですよね。もうグーッと迫ってくるゴール前ね、はい、これは面白いですね、はい、じゃあね脇本選手ここはじゃあ一発にかけて、うん、自らの優勝をしっかり狙っていくと。1回でも接触したくないはずですね。そのグランプリ勝ちたいでしょうけれども、はい、トップスピードまで一気に持っていくにはというところだけ集中していると見ています、はい、こう一田さんはこう脇本選手の状態というのはどう見てますか。やっぱりねここまでの選手ですし、うんグランプリはもう最高峰で す, です、ね、今年ねオリンピックもありませんでしたけれども、はい、そういったことも踏まえて、はいろいろなこともありましたけれども、うん、ここは勝ってこそじゃないかなと、うん、優勝しか目指してないと見てますね。そうですか、わかりました。さあではここから印を書いていただきましょう。はい、はい、まあ、ちょっと言いましたけれども、はい、本命は、はい、いきます、はい、脇本選手の方に、はい、対抗には平原選手ですね、はい、後ろ回ってみたいと、うん、そして単穴には清水選手、清水選手ですか。番手からの話もあります、はい、そしてレーン穴には松浦選手と考えました。あ、はい、あの内林さんや鈴木さんはちょっと清水選手に印つかなかったんですけど、うん、これは、うん、松浦の仕掛けが、はいはい脇本に対して五分というところで、清水はねそこまでしたら必ず勝ちをものにする、はい、そういったレース展開考えているはずですね。なるほど。となると他のラインより松浦よりも、うん、勝ち目はあるのかなと見てます。うん、はい、ということで印をつけていただきました。では、市田さんの本戦の狙い目です、はい、
まくってみよう脇本、はい、まくってみよう、はい、はい、折り返しですね平原と、はいはい、そして、やっぱりそうは言っても、うん、中国ラインの2人、うん、あとは郡司選手が清水選手の後ろに入れれば、はい、結構な確率でいると思うんですけれどもね。なるほど、大外まくってくる新田選手と見てます、はい、2番7番折り返しからは5番3番1番8番、さらに2番5番この両者の折り返しまで考えていただきましたね。これはね参考レースの、はい、もうパターンまんまですけれども、はい、清水選手がしっかり仕掛けていってで脇本選手それでも飛ばされずにこの両者の折り返しというところで考えてます、はい、2番5番折り返しからは3着に7番3番1番8番、ご覧のように狙っていただきました。さあ続いては別線の狙い目も見ていきましょう、はいはい、ここはさらに5、1、1号とこれは深く考えましたね。松浦選手が、はい、脇本の仕掛けを上回った場合、はい、この場合じゃあ誰がまくってくるかと、はい、まくりはなかなか来ません。そんな時に清水は必ずものにしたいと、うん、その後ろにいるのは郡司であろう、うん、ここが新田であるならばちょっと変わりますけれども、はい、この後ろは郡司であろうと。なるほど、この5-1の折り返しから、それでも飛ばない脇本、はい、あとは郡司の後ろの和田、うん、平原とやっぱりスピードで新田と考えました。はい、5番1番折り返しから3着に2番4番7番8番ご覧のように狙っていただきました。いや結構こう松浦選手の評価も高いといいますか、うん、脇本選手に対してという部分かなり考えてらっしゃるんですね市田さん。もちろんね、はい、脇本の成長はもう皆さんご存知の通りですけども、うん、はい、さらにねそれを上回る勢いで成長した選手が松浦だと見てるんですよ。なるほど、ね、その後ろ清水選手もう優勝のチャンスも十分ということですね。そうですね、はい、市田さんに別戦の狙い目まで伺いました。さあ3人の解説者の方に展望していただきました。ここで全県日に収録しました山口浩二さんの予想もご覧いただきましょう。このレースのポイントはですね、僕はもう脇本の3番で誰を取るかということに絞られてくると思うんですよ、はい、ですから脇本の戦法はもう決まっていると思うんですよね、うん、もう序盤から一気にかまして、はい、特に非番手が平原ですから、はい、まあ、そういうのを脇本一気に感じるでしょうしね、まあ、そうですね、うん、平原もこう中途半端な自分の自在じゃなくて脇本の番手ということを意思表明したことによって、うん、なんですかもう覚悟を示したというか、もうそうですね、もう考えること一つになりましたからね。ですからそれは平原しっかりついていって、じゃあその脇本がかましていった時ですよね。じゃあ誰がなるのか、はい、私はもう新田ラインはもう外枠なんで前を取るしかないと思うんですよ。確かにそうですよね、うん、で昨年なんかインネバリしましたけど、あれは来るのが遅かったですから ね、 ね、うん、でじゃあこの一番車を生かして、まあ、じゃあこっちかな、やっぱり動いてこう行きたいでしょうね、うん、動いて脇本の3番手取りたいという気持ちになるんで、ただ郡司が抑えに行くのが遅いと新田の突っ張りもあるんで ね、 でね、去年のグランプリのように、ですから郡司は2周過ぎではもうしっかり抑えていきたいと、はい、そういったレースになるんじゃないでしょうか。そこで脇本がついていてこうなればね郡司に展開を向くんですが、これ脇本もちょっと早いと思うでしょうし、脇本一気にドーンと行くのが持ち味じゃないですか。そうですね、まあ、かましっぽくね、そうだから2周過ぎの時に一瞬ちょっと空白が生まれると思うんですよね、まあ、その時に松浦にもチャンスが、そう、その時じゃあ脇本すんなり先行させるというよりも、僕はもう松浦は清水の前を回るといった以上は、うん、これ脇本と先行争いを視野に入れて郡司を叩くと思うんですよ、うん、うん、でそれでも、まあ、脇本の方が、まあ、落車明けとはいえ問題ないと言っているんでね、はい、まあ、ここはしっかり平原もついていって力で脇本がかわしてと、はいはい、いった形でここに清水が切り替えていく、郡司が行く、うん、で新田佐藤森沢という形で最終バックスギ、はい、行くんじゃないのかなというふうに思います、うん、その中で本命は平原かわし、かわしで対抗に脇本、はい、で清水が追いかける清水、清水、そしてここにいる郡司、
前の4人に、ね、はい、印を固めたわけですが、まあ、前段で決まる可能性が非常に高いですからね、はい、狙い目は7番2番から8番5番1番ここは折り返しで、はい、脇本が垂れるという可能性ね、それも考えて、うん、脇本3着の可能性も考えて、で別戦は清水が3番手から平原突き果てして、突き抜けて、はい、どこに後ろに軍司が入ってるんで軍司、そして、軍司の後ろの和田健太郎で新田に乗る佐藤慎太郎の内のよくスピード内に来てという感じで、5番1番から4番9番と、以上競輪グランプリの予想をお送りしました。はい、山口浩二さんにも狙い目を出していただきました。いや鈴木さん、はい、ここはね、あの山口さんも本命は平原選手ということでしたけど、はい、改めてこの連携どうですか。そうですね、はい、やはり平原がね作ってことで脇本もね、うん、意義に感じて、うん、今まで通りと同じスタイルでいくと思うんですよね。で脇本の場合はオリンピックに出る、オリンピックで勝ちたいっていうことはやはり小細工しないと思うんですよね。そうですか。もう普通に抑え選考とか流すとかじゃなくて、うん、もう1週半思いっきり行ってね、うん、そこで、タイムでどのぐらいで上がってくるかっていうことだけしか考えないと思うんですよね。なるほど。なのでやはり選考は脇本、うん、番手の平原が大チャンスかなと思いました。わかりましたね。どうですか内林さん、こう、ね、伺ってたわけですけど山子さんに、はい、はい、まあそうですね、基本的にはもう、うん、脇本がね先行一者のような状況なので、はい、まあ、松浦の抵抗もあるでしょうけども、うん、まあ、それを展開を生かして脇本が一気に仕掛けていって平原がかわすだろうというのがね、はい、大方の見方というところでしょう ね、うん、ね、一気にそこでこう、ね、変わってきましたからね平原選手が、まあ、そうですね、まあ、平原もこれ短期で戦うよりはね、うんうん、一番強い選考選手の番手が一番有利ですから。そうですね、はい、はい、まあ、ラインがしっかりできたことでこう競輪らしい面白いレースを期待したいですね。では改めて、皆さんの狙い目ご紹介します。まず千葉さん本戦は2番7番折り返し3着3番1番です。続いて内林さんの別選は1番3番の折り返し3着に4番と5番です。変わりまして鈴木誠さんの本戦の狙い目7番2番折り返し3着3番5番1番、続いて7番3番折り返し3着2番5番1番です。鈴木さん別戦の狙い目は3番5番折り返しからの3着1番と9番です。代わって市田さんの本戦の狙い目は2番7番折り返し3着に5番3番1番8番、続いて2番5番の折り返し3着に7番3番1番8番です。内田さんの別戦5番1番の折り返し3着に2番4番7番8番です。さてここまで競輪グランプリ2020スペシャル展望をお送りしてきました。最後に鈴木さん、はい、はい、改めて、まあ、新しい顔ぶれもいるんですけどいかがですか。そうですね、はい、今年の競輪界ねコロナ禍で大変でしたけどもね、うん、そこをしぶとく勝ち残ってきた9名ですから、うん、最後にね、しぶとく笑顔をするのは誰かなっていうのが楽しみですね、はい、そうですね、はい、見応えあるレース期待したいと思います。そして市田さんは注目ポイントなどどうでしょう。はい、まあ、今年のタイトル戦線をね、はい、思い出しながら、うん、最後にグランプリのね前予想を楽しんでいただけたらなと、はい、じっくり考えたいと思います。鈴木さん市田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあそして内林さんは改めてもう一言お願いします。はい、そうですね、うん、まあ、脇本の先行力というところになってきますけども、はい、うん、それに対抗するのは今年ね現役を引っ張ってきた中国勢というところですね、はい、ですよね、その対決というところです。はい、競輪グランプリ2020スピードチャンネルでは690チャンネルで9時30分よりお送りいたします。熱い戦いどうぞお見逃しのないようご覧ください。では失礼いたします。競輪グランプリ2020シリーズ開催期間中インターネット電話投票はアクセスの集中により混雑することが予想されます。
どうぞお早めのご投票をお願いいたします。